はい、ではですね、今日は、HX ストンプの XL の、レビューをしていきたいと思います。まあ、レビューというよりはですねもともとライン6のポット号を使っていて、まあ、買い替えた理由というのを、まあ、中心的に、ポット号にはできなくて、この XL の方では何ができるようになったか、その辺を、少しですね、自分なりに解説していきたいと思います。ヒリックスから、継承した高品なサウンド、なので、基本的には同じ音が出るっていうのが、ポッド号の、歌い文句なんですけども、ただですね、いろいろやっぱりできないことはポッド号にはあります。まず一つ目、このパラレルルーティングができるかどうか、これポッド号はできないんですよね。で、パラレルルーティングってどういうことかっていうと、アンプを2台並べて、鳴らすとかですね、そういったことできます。ちょっと簡単にやってみますけども、アンプとキャビを選んで、もう一つ、何か選びます。アンプを選んで、これを下に持ってくるだけですね。これでもう今こう、直列ではなくて、こう並列でパラレルで、並んでますんで、でこれが例えばこっちが、スープロですかね。で、もう一つが、ツイードブルースなんとかというやつですね。でこれスープロだけだとこういう感じの音ですね。スイードの方をオンにしてあげると、っていうようなことが、できます。で、これで例えばこっちのスープロ、メインの方にだけ、リバーブをかけてあげたり、2つも同時にかけたい場合はこっちに持ってくるだけですね。このラインが、1つになった後にリバーブを持ってきて、っていうような、このパラレルで、いろんな設定ができます。でただですね、これを例えばリバーブかけて、ディレイも適当にかけてですね、で、もう一個何かやりたいなっていう時に、もう一個、違う種類のリバーブを、あんま2つかけることはそんなにないんですけども、もう一個違う種類を置いておきたいなっていう場合にオンオフで切り替えできるようにという時なんかはあるとは思うんですけど、そういった場合はこんな感じですね。DSP、パソコンでいう CPU みたいなもんだと思うんですけど、デジタルサウンドプロセッサーが、この DSP が結構負荷かかりますんで、このアンプを2台っていうのはですね、アンプシミュ、キャビシミュですね。なので、使えるエフェクトブロックは、全部で8個はいけるんですけども、この DSP が、足らない場合は、こういう風な感じで、選択できないですね。軽めのやつしか選べない。でこれ例えばアンプを1個削ってあげると一気にこう出てきます。なので、この辺の制約っていうのは、結構あります。でこの辺の制約を受けたくないっていう場合は、ヒリックスシリーズですね。ヒリックスのフロアか、LT、この辺りを使うと、DSP が、2つ入ってたと思うの で、あとエフェクトのブロック数もですね、この HX シリーズ、HX ストンプが、8個に対して、多分32個ぐらいできたと思うので、ただその分、本体のサイズは結構な大きさになってきますので、
ので、まあ、ちょっとどこを取るかですねというところで、決めてもらったらいいのかな。であともう一つ、このポッドモーから買い替えた理由の、まあ、2番目か、まあ、もうこれも最大の理由って言っていいと思うんですけど、キャビネットシミュレーターの部分がですね、大幅に今回変わってます、アップデートがありましたので、バージョンが 3.5 になってから、このキャビっていうやつですね、これちょっと、まあ、実際に設定しながらやってみましょうか。例えばよく使うんですけども、ここですね、ブギーのマーク4がベースになってるんだと思うんですけども、でここでキャビを選ぶと、ですね、前はこのレガシーっていう、既存のやつはこれですね、レガシーっていうくくりがあったんですけど、これが元から入ってたやつですね。で、例えばここに、12インチ4発の V30 ってやつがあるんですけども、でこれは、スピーカーの中から選べるのがですね、この、まあ、マイクの種類ですね、まあ、これも結構な数は入ってるんで、まあまあいろいろ試すことができます。あとマイクの距離ですね、これ一番左に行くほど距離が一番、スピーカーと近い、これをちょっとリバーブ切って、これはもう一番距離近いで、一番遠いところにするとちょっとこのなんていうんですかね、こもったというか空気感まで録音する、まあこういった調整ができます。あとローカットハイカットがついてるんですけども、で、今回のアップデートで、じゃあ、まずこの中身も結構違いますね。このスピーカーに対して、まあ、マイクの、グラフィックがですね、そのまま出てきてて、で、使えるマイクの種類っていうのは、多分変わってないと思うんですけども、まあ、例えばこの、まあ、この辺で試しましょうか。シワの57。の場合、これをさっき、まあ、既存のやつはこの距離は変えれたんですね。これに対してこれですね。で、ただ今回のアップデートでこの角度ですね、まず角度が変えられます。まあこれちょっと変化はそんなにないんですけど、もう一つですね、このポジション、これまあマイクの方いじってもいいんですけど、まあ、絵の方ですね、これセンター、コーンのセンターを狙うのか、エッジの方を狙うのか、これ結構音変わります。で、実際の、まあレコーディングの現場とかですね、このアンプをマイキングする場合も、やっぱりこれ結構変えるんですよね。アングルとかですね、このコーンの 端っこの方で狙うのかとか、それが割といい感じで再現されてると思います。で、音も結構変わりますね。こういう時に便利なのがこのルーパーですね。ルーパーを前段に置いておけば両手を使って音作りができますので、例えばなんか適当なフレーズをちょっと弾いておきます。いや、これでできましたね。で、こっから、ちょっと、このポジションを変えてみます。
結構変わりますよねこれで、まあ、僕の場合ですね、このアンプヘッドを、まあ、何を選択するかっていうのもすごい大事、もちろん大事なんですけども、キャビネットを何を選ぶかとか、どういう調整できるか、そこの品質はどうかっていうところが、まあ、どっちかというとそっちの方が結構重要視するんですよね。やっぱり最終的に音が出るところのシミュレーターなんで、最終的な音作りに結構割合を占めるんじゃないかなと。これはまあ今のところですけども、ポッド GO ではできないです。まあこれからもしかしたらアップデートでできるかもしれないですけども。で、まあこの辺、まあライブで、まあ実際のアンプ鳴らして使うっていう人にはあんまり関係ない部分ですけども、まああのライブでもそのミキサーの方ですね、まあ、PA の方に直接 LINE で音を送る場合とか、あとまあ僕の場合なんかはもう家で卓録するときに、YouTube 用の音を取ったりとかですね、まあそういった場合に音作りの幅はかなり、ポッドGOを使っている時よりも、まあ、緻密な設定ができるというか、まあ、幅は広がって、で実際ですね、やっぱり音もいいですね。あのポッドGOよりももっと面白い、あの立体的な音が出るようになります。でその立体的、何ができるかっていうと、まあ、さっきのパラで、アンプを並べるとかっていうのもいいんですけども、これキャビを選ぶときにですね、このシングルではなくてこのデュアル選んで、でこれ、左というか、まあ、1つ目は、この V30 使って、でこっちは、例えばこの 1960A を使うと、これ今ちょうどどっちのスピーカーも、真ん中で鳴ってます。このパンのとこですね、だから混ざってるっていうイメージなんですけども、混ざってるとこういう感じです。で、これを例えばこっちの V30 の方左、1960A の方を右に振ってあげると、これね、あのヘッドホンしないとちょっと分かりづらいですけども、まあ左からは完全にこの V30 が鳴ってて、右からは1960が鳴ってるんで、結構ね、なんていうか、なんていうんですかね、この奥行き感というか立体感がすごい、ヘッドホンで聞いてると結構違います。あと音の解像度の高さというかですね、このクリアな感じっていうのがすごいありますんで、それもいいですね。このキャビネットの方でもう一つ、これ今左と右に振ったんですけども、例えば右のスピーカーをちょっとディレイつけることできるんですね。最大で50ミリセカンドですけども、これを例えば、まあ、23ぐらいですかね。まあこれぐらいしておくと、これヘッドホンで聞くとかなり違い出るんですけど、まあこれダブリングですね。いわゆるダブリングができるんで、ダブリング、まあこれ弾いてる側はね、あのすごい気持ちいいんですよね。で、これポッド GO の時はもうスピーカーでこういった調整はできなかったんですけども、まあ、ダブリングをやろうとすると、このモジュレーションの中に、このダブルテイクってやつですね。これで、まあ、ダブリングみたいなやつはできたんですね。これでダブリングできるんですけど、1個このモジュレーションの、まあ、エフェクトブロックを使っちゃうっていうのと、あとポッド GO の時ですね、このダブルテイク結構な確率で、まあ、DSP の、消費量の関係でこれ使えなかったんですね。
で特に、まあ、僕の場合このキャビネットに IR、 外部の IR を入れてることが多くて、外部の IR 入れると結構重かったみたいなんですね。あとリバーブも、まあ、最近追加されたこのダイナミックプレートとかダイナミックホールとかこの辺結構容量食いますんで、これ使ってるともうダブルテイクって使えなかったことがほとんどなんですね。まあ、ただ今回この HX ストンプの XL の方ではこのキャビで、まあちょっとそういうダブリングができちゃうんで、これは結構ね、まあ僕的には使い勝手がいいですね。じゃあエフェクトループですね。まあこれが Pod5 では一つだったんですけども、この HX ストンプ、まあ普通のストンプでも XL の方でも、中身基本は一緒なんですけども、センドリターン、基本は一つなんですけども、ステレオのリターン、センドがステレオ でリターンが L と R に、2つジャックちゃんと分かれてますんで、この、まあ、なんていうんですかね、こう分岐する、ステレオからモノラルに分岐するケーブルを使えばですね、実質、普通ループの、エフェクトループとして使うこともできます。で、まあ、Pod5 の場合は、まあ、一つしか使えないんですけども、まあ、基本的なコンセプトとして、やっぱり、Pod5 はですね、まあ、もうそのマルチを一つ持っていけば、まあ、ペダルもついてて、フットスイッチの数も8個ついてて、画面も大きくて、もう1台で完結ですよと。で、どうしても一つ、まあ、歪みに持っていきたいっていう、こだわりの歪みを持っていきたいとかですね、まあなんかこだわりの飛び道具持っていきたいとか、まあそういった時にエフェクトループを使うっていうような、形だったと思うんですけども、まあ形でコンセプトですね、まあそういうコンセプトだったと思うんですけども、この XL の方はですね、まあサイズの話になりますけど、まあペダル、エクスプレッションのあのペダルをつけてないんで、まあ、どっちかっていうと、まあ、マルチ内蔵の、ちょっとスイッチャー的にも使えるのかなと、まあ、そういうコンセプトも少しあるのかな、まあ、あのボスでいうとこの、MS3 ですね、まあ、スイッチャー兼、マルチエフェクターまあ、あっちの方がもうちょっとスイッチャーに近いような使い方できると思うんですけども、まあ、これ、XL の方も、まあ、それなりに、まあ、場所的にもそんなに、ボードの、まあ、奥行きですね、奥行き方向のサイズが結構、Pod5に比べると、まあ、約半分近くまで小さいんで、まあ、上に、じゃなくてこの XL の上に、コンパクトエフェクターとか、あとこれ MIDI 制御もできるんで、まあ、MIDI を使った、まあ、例えばのストライムの、リバーブを使いたいとかですね、ビッグスカイとかこの辺を MIDI でコントロールしてやりたいという場合も、この XL はできます。あとエクスプレッションペダルもですね、これ人によってはまあ、Pod5の場合というか、まあ、他の、まあ、Line6 の、ヒリクスのフロアなんかでもペダルはついてますけど、まあ、基本大体右だと思うんですよね。で、ただ人によっては左足でボリューム操作したい人とか、ワウをやりたいとか、いう人のため、まあ、そういう人も実際いると思うんですね。で、まあ、僕の場合は、まあ、基本、まあ、右にあれば右で踏む、左にあったら左でも踏むっていう、まあ、あんまりこだわりはないんですけど、まあ、その辺の自由度ですね、この好きなペダルも、まあ、僕はこの今ボスの、
EV30、まあ、これを、買っていこうとは思ってますけども、まあ、自分の好きなメーカー使ったりできますんで、まあ、それも結構なんていうんですかね、まあ、他の機材との、まあ、いろんな組み合わせも楽しめるという面ではこの XL はすごいいいかなと。で、まあ、正直なところですね、この普通の HX ストンプと XL で、まあ、値段が、2万ぐらいですかね、違うんですけど、中身は基本は一緒なんですね。音はまあ全く一緒で、 DSP も一緒で、ジャックの数も基本一緒なんで、やれることはほとんど一緒なんですけども、まあやっぱり最大の特徴はこのフットスイッチの多さですね。でちゃんと8個ありますんで、これをですね、例えばコマンドセンターっていうのを開いて、まあ、結構細かくですね、設定いろいろできちゃうんですね。このスナップショット、まあ、ライン6の製品では結構おなじみですけども、まあ、スナップショットで、これ HX ストンプの場合はこれ多分3つしかなかったと思います。まあ、ペダルも3つしかないんで、ペダルというかスイッチですね、フットスイッチ3つしかないんで、ただこの XA の方はスナップショット4つですね、4つ使えるっていうのと、あとですね、まあ、これは将来的に後々使うかもしれないんですけども、まあ、コマンドセンターという機能で、各フットスイッチにですね、このパソコンのキーボードをいろいろアサインできるっていうのが、これ、まあ、もしかしたら使うかもしれないですね。まあ、今、DAW が、まあ、Cubase で、録音とかやってますけど、これの録音ボタンをフットスイッチに、割り当てて、でフットスイッチから、キューベースを操作するとか、まあ、再生したり録音ボタンを押したりっていうのを足でできるとっていう、まあ、細かい調整ができるっていうところも、まあ、ポッド4からの買い替えをした理由ですかね。ではですね、まあんまこう喋っててばっかりでもあれなんで、実際ですね、これぞこれポッド4ではちょっとこういう音出ないなっていう音をちょっと作ったんで、見ていきましょうかね。で、まずアンプ自体は、まあ、今回のアップデート、バージョン 3.5 で、何個か追加はされたみたいですね。またこの辺ですね、ちょっとこれ元のモデルをあんまよく聞いたことないやつなんですけど、あんまり日本にはないアンプらしいです。で、ポッド4を使ってた時も結構な割合で、モダン系の歪みっていうのは、このブギーのマーク4ですね。メサブギーのマーク4を使うことが多かったです。で、セッティングはこんな感じですね。で、キャビネットを、この V30 と、今回これ多分新しく追加されたこれちょっと何ていうのか分かんないですけども T75 でいいですかね。で、でさっき言ってたですね、ダブリングですね、ここを23ぐらい。この奥行き感はちょっとポッド4では出なかったですね。でそれとあと今回またもう一個追加されたエフェクトで、このリバーブ、このダイナミックアンビエンスってやつが追加されたんですけども、これ結構面白くてですね、普通まあディレイじゃなくて、リバーブだとディケイですかね、それで長さ決めたりしますけども、これはルームサイズ8メーター、10メーター、12メーター。
いう感じですね。でこれ何がいいかっていうと、これ例えばまあこれ僕だけじゃないと思うんですけど、ライブハウスのリハとかでですね、まあ早く終わった時なんかちょっと弾いたりしますよね、ギター。あの時のギター弾いてる時の音、まあ、やっぱすごい好きなんですよ。やっぱなんていうんですかね、こうまあ中アンプとかで、しっかり音量出して、張りのある音っていうのはもちろんなんですけども、やっぱりあの箱が鳴ってる感じ、まあ、ライブハウスの、この雰囲気というかですね、まあ、箱鳴りしてる雰囲気っていうのはすごい好きで、これこのダイナミックアンビエンスっていうのはちょっとそれが結構出てるんじゃないかなと。ちょっと弾いてみましょうか。で、これミックスをもっと上げると、これちょっとやりすぎなんですけど、ライブハウスの一つ目のドアを越しに聞いてるような、どうですかこれ。まあ普通に弾く分にはちょっと音遠すぎなんですけど、結構好きなんですね、僕これの。まあ60ぐらいかな。これも今のところはポッド GO には多分ないと思うんで、まあ買ってよかったかなと。で、あともう一つですね、これエディターも結構ね、まあ基本的には同じような使い方なんで、まあポッド GO から、ポッド GO エディットからこの HX エディットに移った時も、まあ全然使い勝手は大丈夫なんですけど、まあ HX エディットの方がよりちょっとこのハイエンドに近いような、ポッド GO の場合はもうこういう絵がそのまま出てたんですけど、これもうちょっとちっちゃくして一覧で見ることできるんで、まあ割と慣れちゃうとこっちの方が、まあ、目的のやつにスッとたどり着ける感じですね。で、結構好きな音がですね、お気に入りの音はこの辺でしょうか。プレート、プレートが結構好きなので、でディレイなんかこう入れちゃうと、ディレイ切りましょうか。結構歪んでますよね。で、これただアンプだけの歪みなんですけど、ただこれライン6、まあ最近はですね、まあボスとか、あとアンペロとかですね、まあその辺もだいぶ性能がすごい上がってきてると思うんで、まあ一緒のように使えるとは思うんですけど、やっぱボリュームの追従はすごいいいですね。まあこれすごい歪んでますよね。まあもうほぼリードぐらい、リードトーンぐらい歪んでるんですけど、これボリューム、例えばフロントとセンターのハーフにしてピックアップですね。で、ボリューム絞ると、ここまで落ちますね。
これでボリュームですかね、まあ、ギターの方は2か3ぐらい、まあ、ほぼクリーンですよね。強く弾くとちょっとクランチ、でボリュームを上げていくと、ガッツリズム。まあ僕やっぱりコンパクトのエフェクターもすごいいっぱい好きなやつあるんですけども、この音出ちゃうと、まあ、正直いらないですね。で、まあ、もしこれで、まあ、歪みもうちょっと、ガツッとしたい場合はもうこっちで適当な、まあ、この辺のですねやつを、まあ、ブースター代わりにかけておけば、もうこれで十分ですよね。以上が、まあ、ポッド4から、ライン6の、HX スノープ XL に、買い替えた理由というかですね、を紹介させていただきました。